はいどうも皆さんこんにちは、沖縄です。突然なんですけれども、皆さん玄関強で一番強いパーティーって何だと思いますか？人によってね、いろいろ意見分かれると思うんですが、僕はぶっちぎりでね、この赤緑染めですね、これやばほど強いと思うんですよね。環境最強のヘイトマン、スーパー17号全開アビリティの暴力でぶち殴りに行って、で特化向こう切れたり、青属性で受けてきたらこっちのご飯通で殴って、範囲特殊でまたコンボ取ってっていう、ちょっと本当にね、理不尽極まりない、えげつないパーティーなんですけども、ふと僕ね思っちゃったんですよ。こんだけ最強の環境パーティーがあるんだったら、これ選出するキャラクター全員肩落ちさせても強いんじゃないかなって。ということで今回はこちらの編成を用意してきました。はい、肩落ち赤緑パーティーで PVP やっていこうと思います。見てくださいよこれ。はい、こっちが環境トップの赤緑で、こっちが肩落ちの赤緑です。全然見た目変わらないでしょ。てなわけで今日使っていくキャラクターを軽く性能紹介しましょう。まずは去年に登場したはじめしですね。必殺アーツはアーマー持ちの突進系ですね。発動時の能力ちょぴっとありますが、まあおまけ程度かなと。特殊アーツ結構強いですね。手札が3枚以下の場合、カードを2枚までドローして気力50回復。さらにバトルから60カウントが経過していると、自身と味方の体力回復、そして味方の湯ダメージアップがつくと。メインアビはバニ回復。味方の待機カウント5カウント短縮。敵の手札を2枚破棄させて気力減少、ライジング封印ということで、ユニークアビリティ強いところだけ見ていきましょう。バトル開始時の基礎バフは結構高めで、味方に状態上の発生2回無効のバリアを付与できるのは強いですね。バニ出た時気力20回復、さらに自身のダメージが消去負荷で2回まで上がって、で条件に応じて以下の効果が発動するということなんですが、まあ、一番上の体力回復が強いかな。そしてバトル中盤からはさらに余ダメアップ、ドロー速が1段階消去負荷でついて、そしてカバーチェンジ時必殺余ダメアップ、属性振り無効が10カウント、発動回数3回、さらにボールを1つ減らす能力があると。でも1回しか使えないのか。あとはちょびちょび体力回復する能力があったり、LL バーダックみたいに敵全体に抗体禁止を付与したり、あと軽油持ってんのはいいですね。待機カウント2カウント短縮、味方の気力20回復、さらに威力ダウンを与えますと。さすがに結構新しめのキャラクターなんで、ユニアビは多めですね。続いて覚醒スーパークワガタですね。もうこのイラストかっこいいよね。必殺アースめっちゃテキスト短いんですけど、範囲系必殺なんですよね。なんで使い勝手はそんな良くないかな。で、特殊アースね、エネルギー吸収ということなんですが、あっちのスーパー17号ほど強くはありません。ただ自身の体力回復したり、ヒダメカット、ヨダメアップ、敵の手札をランダム1枚破棄して気力50減少もできるんで、まあまあ悪くはないか。これ決めた後は結構攻めていきたいですよね。そしてなんと言ってもこのキャラの強みは、電撃地獄玉ですね。敵全体に 100% の確率で麻痺を付与すると言ったわけで、これがめちゃくちゃ強い。メインアビリティは超シンプル。究極ドロー、気力回復、射撃余ダメアップ。ユニアビ見ていきましょう。バニ出た時の余ダメアップ、ヒダメカットはめっちゃ低いですね。で、下の能力は別にそんな強くなくて、カバーチェンジし、キラン系の能力を据えますと。で、吸収が成功すると、特殊圧が決まった時と同じ能力が乗っかりますね。そして自身がバニ出てる時、敵が交代すると特殊ドローできて、で、三つ目のユニアビは結構強いですね。バニ座ってるごとにバフがついて、3カウントで気力40回復、5カウントで敵に火ダメアップのデバフ、10カウントではさらにデバフを与えるって感じですね。3カウントで気力40回復するのは強いですよね。そして最後のユニアビ、敵の攻撃終了後体力回復、ヨダメが消去負荷で3回まで上がって、射撃圧コストも同じくダウンしていくという感じですね。なんで攻撃をできるだけもらって、そっから殴っていきたいって感じかな。はい、最後は完全体の赤セミですね。本来の赤緑染めのセミはパーフェクトセルに変身することができるんですけど、こいつは復活も何も持ってないんでね、もうただの完全体です。クソ弱いです。必殺圧うんちですね。特殊圧うんちです。究極は結構強くて、特大ダメージ与えて発動時にヒダメカット 100% 無視、さらにヒット時敵を 30% の確率で気絶させるということで、気絶 30% 持ちなんは強いね。やるじゃん。メインアビは究極ドロー、気力回復、ヨダメアップ。ユニアビ短っ。サイヤ人またはスーパーサイヤ人に対する射撃ヨダメの 50% キラー。場に出た時に敵に軽くデバフを与え、敵に場にを使わせると、なんかちょっとバフついて、場に出た時の体力回復ヨダメアップ、気力回復速度アップ。何やこれ弱すぎじゃね。うん、ほとんど強いところを気絶しかないですね。ちなみに今回の編成では全開アビリティを赤隅に3体乗っけてます。ということで早速こちらの編成で PVP、一生目指して頑張っていきましょう。オラの勝ちだ。はい、よろしくお願いします。うわやば、ゴリ一つのその一族ですね。あー、誰初手に出すかですけど、真っ赤かな。
うん、裏2体防御タイプ置いときたいんで、まあ、この性質でやっていこうと思います。まあ、上さんですよね。オールゴッドだし、トツやばいし、やばいな。で、結構ね、昨日に順位上げてきたんで、強い方とたくさん当たると思います。よろしくお願いします。あ、許さないぞ、つってるわ。タックルぶち込んで、オッケー。はい、飛ばす系なんで必殺でとりあえずカメハメハで、記憶減少。弱っ！何お前。ちょ！なんでいきなり近づいてくるの？怖すぎ！撃つわ。必殺あんのこれ。あ、必殺あんのか。そういうことね。痛すぎや！どうなってんのマジで。ちょ、ほんまにやめよう。反応するよ！オッケー。で、サイヤ人に対する、チャイキューダメが 50% あるんで、結構出るでしょ。サイヤに対してはまあまあやれる。はい、唾液。まあまあまあ、一旦ね。じゃ、相手さんの動き、怖っ！人格にうめえ！もう最悪もう、やったんだけど。いや、これ究極耐えっかな。いや、耐えて87万。頑張れ。相手簡単やけど、お前も前回引き3万よっけ。頑張れよ、マジで。おい！もう、おもんない、マジでもう、無理でしょ、これ。おー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 。はい、射撃って。ね、バカ野郎は気力減少5回まで持ってるからすげえ厄介。シャイキプリース、シャイキプリース、シャイキプリース。あ、反応できなかったわ、ごめん、もうもう初手であんなことなったら、そら、プレイもダメになりますわ。はい、てなわけでね、今日はこちらのパーティーを使っていこうかなと思います。うん、クソ弱えわ。あんな奴はもっと苦しめてやらなきゃ。出た！出たぞ、皆さん！環境トップの赤緑染めです。これよ！相手最強のパーティーですけど、この片落ちのね、はじめしパーティーで勝てたらもう最強でしょ！ということでやっていきましょう。よろしくお願いします。これを潰すために、今日は動画を撮ったと言っても過言ではない。よろしくお願いします。許さないぞっつってるけど、許さねえのはこっちだよ、マジで！環境荒らしまくりやがって。止めて、ガチガチに行く。特殊あるかこれ。特殊ある人間の動きかこれは。ヒット確認！いやあ、姿一緒だけどこっちめっちゃ弱い。これ、速射撃つわ。ありそう。いや、跳ねてんのか、マジか。跳ねてんのか、そこ。ちょちょ、痛い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 。一旦ボール吐き入れよ。一旦ボール吐き、アーツコストアップ入れて、これで止まれ。20アップしてるよ。20アップ。はい、止まりません。はい、止まりません。知ってました。全アーツコスト20アップさせても、今の環境は止まりません。あんだけコンボしてんのに、ここ出すわ、射撃。オッケー！スーボー回避読み入れます！オッケー！ナイス！結局は射撃カバチェンなんよ。現環境はよ。はい。特殊ドローして。この持ってきた特殊を裏の始めしで使う反応。もう待って、もうマジでさ。それはなしだって。あ、君で殴ってくれんの？一生君で殴っといて。もう何の外しマジで。何の外しかって聞いてんの！止まれ。もう、耐えるだろ。いや、もう全然耐え、もうはい、赤紫染めですね。最新の身勝手の極意が入ってるということで、いや、もう紫2枚どうすればいいのこれ。マジで勝ち方わからへんねんけど、よろしくお願いします。まずタックルで。あ、壊してくんのやるじゃん。はい、見て、熱。ずらして、回避回避か。痛すぎ痛すぎ痛すぎ一旦こっちで、射撃オッケー！はい。で、敵の気力阻害入れて、ずらすわ。オッケー。はい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 。今、よだめ上がってます。待って、これ外れるんだっけ？あ、ごめん、ミスったわ。外れてたわ。まあまあいいでしょ。おまけおまけ。とりあえずね。怖すぎ。そのまま行きます。はい、特殊。強すぎ。いや、身勝手でキャラチェン回避してくるか。痛い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 。熱いっぱい持ってきて、注意注意ね注意ね。ロスカップしてるよ。攻めてくる。撃つわ。もう一回撃つわ。ボール回収さっさとして、オッケーオッケーオッケー。セミ、いや、これ行くかも。気絶狙いに行きます。はい、30% 気絶。このね、構えめっちゃかっこよくない？好きなんですよね。はい、30%。どっこいしょ。サイヤキラーも乗っかって、はい。もちろん。もうその予約マジやめて強すぎるから。はい。で、こっちで分散して。で、スーパー17が、これで4ダメアップですね。いや、痛すぎマジで！ちょ、バグマジ！おいおいおい、くねくねすな。
潰して、オッケー。こっちの方が絶対頑張って、こっちの方が絶対頑張ってるって話をしてんじゃん。さっき必殺使ってたよね。オッケー。吸うわ。ちょうだい。やばい。イライラするこのゲーム。さく。もうイライラするマジで。やってられるかこんなもん。魂の叫び入れてるわ。嫌がらせじゃん。チンゴイで特殊圧打ちまくっとるわ。おら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 。俺の魂の叫びを聞け。どうした。少々強くなりすぎてしまったようです。待って懐かしの。ブー再生いったんだけど。じゃあブー再生じゃねえわ、ベジブル再生。これあれだよね、それだよね、ナッツ。ちょ、ま、なんでもええわ。もう相手のパーティーなんてなんでもいいから勝ちに行くわ、全力で。ちょ、ちょ、交代騎士早とけろ。ちょ、ちょ、痛すぎや、痛すぎや、痛すぎやって。ちょ、交代騎士長くね。はい、危な、危な、危な。フレンカール3枚よけててよかった。何をしてんの、なんでそこ跳ねてんの。お兄ちゃん、お兄ちゃん、なんでそこ跳ねてんの。ちょ、ちょ、痛い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 。ちょ、ほんま勘弁、マジ勘弁。これさっき始めし出しとくか。で、ボールハッキー入れといて、属性の向こう10カウント。オッケー。ベジブル。いや、ベジブルで殴ってくるよな。そうだよな。150までは、ドロ速2段階だから、まだ。オッケー！なんか暴発してくれてる、助かるぜ。火力もまあまあ、悪くない悪くない。いや、勝てるマジで。はい。で、交代禁止2回目使わして、ドロ速は120カウントいかないと。いや、そこの特殊渋くね。もう欲張りよ、僕。回避。いやー、抑えてるか。通常。いやいやいや、危ない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 。危ない、危ない、危ない。ここ最速。オッケー、突っ込んでくれ。ナイス。射撃行くじゃん。ベジブルか。いや、まだじゃ、まだじゃな、まだじゃなって何？まだ究極撃つには早い気がするわ。射撃。もうもうミスったし、遠距離だし、マジで。ちょ、ガチやばい。消極からよだめ欲しいんで、まあ、攻撃もらうのは悪くはないんだけど、ちょっと HP がやばい。ベジブルをな、ベジブルなんとかしないとほんまやばいんで。いや、もうジャネちゃん出してくる？そこ。マジで？あ、ちょうか。めっちゃ遠距離してくるじゃん。いや、一旦止めるわ。ちょ、これ、逃げ切らないとやべえ。オッケー、タックルめっちゃしてくるわ。で、気絶 30% を入れたいんで、ここは全力で、射撃ぶち込んで、これ引けるだろ。引ける引ける引ける。オッケー、気絶 30%! はい、この構えかっこいい。30% 引け、頑張れ、聞け、お前ならやれる。もう、回避圧。何をしてんのって、危なすぎ。さすがに。で、外部消極からよだめ乗っかってるんで、まあまあ回復出ると思うよ。オッケーオッケー、強い。いや、弱えわ。全然弱えわ。強いわ、全然そんなことなかった。はい、ただ、究極で、バフ消ししつつ、全体麻痺。いや、これガチガチに行くからね、僕。はい。電撃地獄玉で、麻痺入れて、98で麻痺でしょ。15カウント麻痺なんで、ここ始めし出して、体力回復入れまくります。はい。味方回復もできるんでね、これ。単発、単発。麻痺行くよ！麻痺麻痺頑張れ麻痺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 。え、なんで相手麻痺ついてないの？え、もう終わった？もう終わった？え、ちょ、強すぎそれ。ちょ、ずるい。マジで？ちょ、やめて、ほんまに。ちょ、痛すぎ。ちょ、強すぎ。こっち変えて。いや、耐えると思う、多分。はい、受けて。これ耐えることに、成功したら、よだめマックスかな、仕上がると思う。ナイスだ。クイックだろ。かぶすよ、僕。かぶすよ。反応、オッケー。両対応してます。両対応してます。でも、ライ。ライ撃つわ。はい、ライ撃ちましょう。で、特殊なんか持ってこれたんで、これ使って、読まれねえだろ。いいよ。一番硬いブーを処理できるのはでかい。ナイス。ちょ、HP がやばいけど、これ勝てる、マジで。620万。で、敵落とすというダメも上がるしね。通常押して、中継とかしてこんか？通常。で、ここでメイン切ろう。はい。いや、開発してそう。あ、でもこれあれだ。手札空き入れてる。タック UG 決めて強い強いロズカップ強いぞ、いける。64で引いた。覚えてこい。64で引きました。
なんで10カウントはタコ殴り放題で、いやこれやりきれねえから、はじめし頑張れ、お前火力見せろ、いや弱えわ、弱え、やりきれねえか、予約お願い、いやまあ出すよね、そうだよね、いやでもまあまあいい火力出した、回転オッケー、ある、強い、スーパーシュドラがそして強い、もう一枚射撃、ナイスナイス射撃、それはマジの勝ちのナイス射撃、うわー待って、やめて、ほんまにほんまにやめて、ほんまにやめて、ちょほんまに勝たせてお願い、即マジかよ、バニ回復、今度はこっちの番だ、うわーもうあったもー、惜しすぎってもー、いやマジか、ちょっと待って、マジ、いやプレイ下手やったな、これは反省だわ、待って、チャンスかもしれん、なんか青ビーストが入ってる、よろしくお願いします、青はねマジちゃん即いくわ、オッケー入る、でいや初めしてなかった方が強いか、ああ邪魔出してくる、いやゴルフリをどう処理するかですよね、そこにかかってる気がするわ、結構、いや硬すぎや、お前どうなってんのマジで、じゃあいけ、一旦避け、おお交代部分刺さる、ただ気力気力、もうゴルフリが強すぎや、これどうしようもなくない、はい、睨んで食らえ、オッケーさっき即いったもんね、ちょっコスコス、オッケー戻る、まあまあビースティングは一回使わせましょう、一刺さったらもう審議、もう回れ、射撃、いやー属性無効5カウントね、どうしよっかなこれ、なんだ単発射撃、単発、オッケー、吸って、これで敵の気力減少、手札破棄なんで、こう攻めていい？ずらして。なんだいや、ここでできそう。外すわ。おー、出さない、ちょ、気力！特殊積んどいて、これ何特殊？なんもならんから弱すぎかな。はい、交代ムーブ。強い強い！火力出すじゃん。欲張ります！止めるわ。くっそ、究極無駄にしちまった。もうかぶせます。いやでも、セミでかぶしても弱いかな。いや、弱い気すん。あ、でも結構火力出そう。いいぞ、全開アビリティの暴力や、ナイスナイスナイス、キラー刺さってないのに、こんだけパワー出すのは意外だわ。はい、踏ん張りまで活かして、もう全員雷受け持ちなんでね、これはかぶして全然 OK。ちょ、待って。キャラチに入れたつもりだったんですよ。OK? はい。もっと撃ってこい。はい。タックル。撃つわ。サマス攻めます。オーケー。ナイス。いけるかもしれん。いや、これさ、究極どのタイミングで撃つかすごい大事だよね。ちょ、弱すぎ、お前。いや、敵の攻撃もらわないとね、スーパーショナゴを強化されないからね。それが使いづらいよね、すごく。すごく、ものすごく使いづらい。何をしてんのマジで。マジで何をしてんの射撃。ビースティング2回目ね。いや、これさ、相手なんか油断してきてさ、いや、どっかのタイミングで必殺の被せとかをしたい。はい。うわーして、かっこいい。これ好きなんだよね。何よし、怖い。タックル反応。はい。タックルの反応には自信ありますよ、僕。踏ん張り、いけ！ナイス！使わした！ちょ、マジ勝つも！勝つんや、俺は！単発止めて。いや、もう次、電撃。いや、これ最速取れるわ。外見射撃。勝て！オッケーいける気力回復入れて、これ全体麻痺バフ消していきます、はい。全体麻痺与えて、これでゴルフリーをさっさと処理しよう、麻痺ってる間に。はい。弱火力。火力弱いけど、まあ麻痺。で、ドラ速上がってるんで、麻痺麻痺で、なんでもいいから麻痺で。おえ、それスナブンのカマちゃん使ってるよ、ナイス。で、麻痺あーやっちまった、これ、麻痺いつまで続いてる、解除されたこれ。どうなってますこれ、解除されてます。いや、今のは掴むせれたら、いや、これはスーパージュのせいだな、さすがに。色的にもね。いや、待てよ、どうしようかな。
え、マジでどうしようこれ。あえてメイン残ってるよね。いや、1000万入りすぎや。オーケー。状態じゃなくなってるっぽいな、もう。かぶす。オッケー。えい。強い！行くわ！うわ！え！パンパン強！マジ持ってけると思わんかった。じゃ、冷静に行こう。ちょ、メイ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 。何をしてんだ！いける！マジいける！え、これさ、サイキ使ってないよね。サイキ使ってないね。はい。で、特殊でさらに圧倒して、味方の体力回復も入れる。強い！強いぞ、はじめし。いいぞ。いいぞ。これで、睨まれるじゃん。ちょ、ここ待機やばいんですよね。一回、単発。いや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 、火力やばすぎ。そっか、ひょみ。おっやっしゃ来たでしょ、これ射撃行くわ。あいつ先に打撃をしてた。頼む、通れ頼む、もう取ってくれ。もういいって、マジで。ちょ、ほんまにいいって。やめて、ほんまにするだけは。ほんまにするだけはやめて。もうなんで入れ込みやんぞ、もうマジで。いや、落ち着け。いや、ちょ、待って、ほんまにどうしよう。ラストワンでしょ、で、倍回復もされた。はじめしがメイン残ってるはずなんですよ。いや、勝てるだろ。いや、勝てる勝てる。で、ここで、あの敵のカード破棄します。ちょ、お前回復しひんの？お前回復し、お前さあ、ちょ、待ってもう、マジで、ほんまに最悪やねんけど。ちょ、もう、ライン呼ばれてなかったら勝ってたじゃん。はい、お願いします。何だったっけ？極み合体だっけ？あ、兆し合体か。あー、ちょっと待って、遅れた反応が。ごめんなさい。はいはいはい。もうね、もうこのパーティーで、もうめちゃめちゃレートやってるからね。思考能力も低下するわけですよ。回避回避入れてみよっか。オッケー、2連回避。で、50秒引いたばっかりだよね。じゃあ1回いきます。まずは、バトル開始から60カウント稼ぎたいんですよ。こっちは。60カウント稼いで、はじめしに泥足をつけないと、話にならないんで。うん。そっからが勝負って感じ。予約。予約！でかい！そういう感じね。射撃撃ちますわ。強い！強い！お前強い！お前強い！最悪なあるからお前強いわ。射撃。オッケー！うわぁ！おぉすげえすげえ！めっちゃ削るじゃん！え、これ。単発、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 単発。何を！押したくね、押したくね、押したくね！ちょ、最悪マジで。ね、帰ってきて。ちょ、ゴシブルで殴って、お願い。はじめして一旦、ボラキ入れたい、これ。外れてるってだから。一旦止めるわ。これさぁ。待って、ミスター。違う。スーパージュナゴやと思ってた。対面。撃つわ。オッケー？なんか、遅れたかも。さて。よし！ちょ、待って、なんかもう、入力ミスってる。マジで？え？あ、びっくりした。ヘッドホンのあれが切れたんか。はい。でかい！回避圧はでかい！お祈りしろ！お祈りしてえだろ！いや、しなくてもいいわ。よし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 落とした。これメイン切りてんだけど。止めて。いやー、キャラちゃんメインだな。何これ？何してる？中距離？中距離！お願い！ボール付きの打撃！お願い！ボール付き！おぉ！音声認識完璧！ナイス！ライン打てる！よし！よし！ナイス！はじめし強い！お前ようやってくれた！よくぞ引いてくれたそこで！ナイスや！オッケー通る！よし！勝てるぞ！マジ勝てる！終われる！お願い！で、相手ベジブルでしょ？何してくる？メイ！いや、これは回避圧読みするぞ、俺は！入れ！おぉ !130! 行け！行け！もう落としちまえ！やっちまえ！究極の壁破れ！ナイスー対戦ありがとうございました！よし！よっしゃ！最強や！99をぶっ飛ばしていく。
はい、ということで今回は片落ち赤緑染めで PVP やっていきましたが、いや今日の編成は結構楽しかったですね。よかったです。いやマジでゴルフリにライジング読まれた時とかはクソ泣いたけど、でも始めしがね思ったより強くて頑張ってくれましたね。ヨダメもちゃんと持ってるし、まあ120カウント以降はねドラ族とかも持ってて特殊圧も強くて結構いい活躍してくれたんじゃないかなと思います。で他の2枚も良かったでしょう。うん、全体麻痺とかなんか射撃ヨダメとかでいろいろ頑張ってくれたんで、まあ片落ち編成弱かったけど弱い方でもだいぶマシな編成だったんじゃないかなと思います。ということで普段からマイナーキャラクターマイナーパーティー使いまくってるんで、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。たまにはねこっちのクソ強い方じゃなくて弱い方も使ってあげてください。ご視聴ありがとうございました。